はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。さあ、本日なんですが、皆さんはこの結界像ビートという、ね、地獄みたいな実況ご存知でしょうか。本日もね、クソレッキーをね、ドヤ顔でぶん回していく回となっているんですけれども、このね、結界像とかパキファロっていうモンスター出されるとめちゃくちゃうざいじゃないですか。そもそも特殊がもうできるようになるんで、炎属性モンスターしか特殊ができないとか、地属性しか特殊ができないとか、あとこれね、パキハロ、もう完全に特殊ができないとか、こういうモンスターをですね、ドヤ顔でも出しまして、で、そいつを死守して月神とか魔導士の力とか、バリアとかでね、死守して一生こいつらで殴り続けるっていう、そういう戦法が結界像ビートっていう、戦法になっているんですけれども、先行取れると結構強いんですよ。高校からまくっていくちょっと手段はちょっと若干ないので、このデッキはね弱いんですけども、先行取れて、で結界像とかパキュアロを置いといて、でひたすらこいつらをですね、強化したりとか、それから相手のモンスター戻したりとかして、ビートダウンしていくとめちゃくちゃ強いんですよね。はい。今回はね、この結界像ビートっていう、デッキをね、ランクマのためにね、お見舞いしていきたいと思います。一個言えるのはですね、ちょっとですね、魔法トラップの除去、それから、モンスターの除去にすごい弱くて、結構その前も後ろも除去されたくないんですよ。魔法トラップカードの効果でね。なので、神戦とか、あと、マホトラップを守る用の天国ロードが入ってます。はい。この辺で、うまいこと、相手の、全体除去系の、効果を回避して、ひたすら隙をついて、こいつらで殴り続けるというね、クソ戦術を今回お目指していきたいと思います。プレイングマジ簡単なんで、遊戯王あんまわかんねえけど、なんかデッキ作りたいなっていう方はね、とりあえず作ってみて。めちゃくちゃ簡単で、結構勝てるからおすすめ。デュエル、スタンバイ。このデッキ、プレイング皆無と言っていいですね。マジで引いたカード置いていくだけなんだけど、本当に。あ、通らねえ。くっそ。うらら、まあいいだろう。さあ、じゃあですね、パキキファロを守る札が実はあんまない説は結構あるんだけど、ちょっとフォッシル代のパキキファロ出して、で最強カード2枚セットして、でこれでドヤ顔エンドするしかないですね。これでハーピーの羽ぼうきって言われたら泣き寝入りするわ。結構ね、今環境にライトニングストームとかね、割と積んでる人も多いですしね、意外と天国の入れてもいいかなと思うんだけど、ちょっと天国の、はい、あ、じゃあちょっと帰ってください。帰る。なんだっけ、表側のカード割れちゃうんですよね、羽ぼうきとかだと。天国の王ってセットしか守れないんで、天国の王さんで守れるカードが意外と、あ、強いです。これは余裕で強欲で貪欲な壺発動を2枚ドローしていく。おいいいぞ、よろしい、いいぞ。さあ、魔導士の力をパキケファロに装備だ。おら、打点がやべえことになるぞ。おい、おらおらよ。ういゴミデッキだな、ゴミデッキだな、このデッキ、このデッキゴミデッキだな。これでパキファロ1体ぐらい処理したところで、一応結界とか持ってますしね。はい、流送権限いいでしょう。流送権限の効果で、何らかのカードをサーチしていく送権カードを、特殊召喚できなければトークンも出ないので、トークンが出ないということはシンクロ召喚ができないということである。めんどくせえな、これ止めようかな。ちょ、まあ、ここはスルーか、さすがにここはスルー。ぶん殴ってきくるか。うおーし、シンプルのバリアエアフォース2枚目ーふぃーあ、おっとセット、お前怖えな、セットは、お前セットやめとけ、セット怖えじゃねえか。パーキマロ足りんじゃねえか、これ2200、これ打点いくですか。あ、足りてますね。はい、対戦ありがとうございました。やべえ、
このデッキゴミだな、ゴミすぎて。このデッキさあ、いやパキマロか。まあ結界像ビートっていうデッキなんで、一応結界像来てほしいですけどね、初手は。まあいいや、フォッシルダイナパキファロー召喚。まあちょっとだけ打点高いんですよパキファロー君。あの攻撃力1200なんで、その結界像と比較するとさすがに打点高いんですよね。あー、裏があるねこれは。まあ、命削り通んなかったのはちょっと痛いが、まあしょうがない、いいだろう。命削り通るとこのデッキもう止まんねえ、止まるんじゃねえぞってなるから、うん、止まるんじゃねえぞってなるから、まあとりあえず命削りの方殺は一時交換されていくが、まあとりあえずそのままこのトラップカード3枚を抜けるんだったら抜いてみな。神戦はね、ちょっとね、取っときたいんですよね、できれば。あの全体除去、まあ例えばサンダーボルトであるとか、あー、芝刈りは無理でも。いや、芝刈りは無理でしょ。いや、芝刈りは無理じゃね、さすがに。なんかやばいこと起きそうだから、芝刈りはちょっと止めよう、さすがに。さすがに芝刈りは止める。羽毛器とかライトニングストームとかを、本当はあの止めたかったんですけども。で芝刈りはさすがにやばいこと起きそうだから、まあ神戦するしかないよね。まあライフ4000と引き換えに相手のなんかあの犯罪ムーブみたいなのを止めるしかない。いや、ノイドか。なるほど、わかんねえんだよなこれ、このデッキも。え、これってさ、レベル上げって同じ効果得る、これさ。なんかやばいこと起きる、これ。効果発動してなんか俺のパキアロ取られることあんの。まあでもこれ、それ発動したらあれか、神戦すればいいか、そんな関係ないか。効果は何ですって。特殊召喚するのはどうでもいいですね。相手モンスター攻撃したバトルフェンス終了時にフィールドのカード1枚選んで除外する。あ、それ関係ないですね。攻撃したら知りますもんねこいつね。一旦にして自分のフィールドのモンスターリリースして相手の墓地のカードを除外する。え、あんま関係ない。え、これどういうこと。え、これ攻撃したバトルフェンス終了時に発動できる。え、これ死ぬんじゃないのこれ。普通に生き残ってないけど、あなた、え、何がしたいのこいつ。何がしたいんだ何がしたい。なんだこれは。あれか、テキスト読めてない人類かちょっと待ってくれ。何が起きている。おっと、わけわかんねえけど、なんかとりあえずなんかウィンツー入ったぞ。あいつなんか自爆特攻していったぞ。なんだ、トラップカードも難しかったんか、わかんねえ。何が起きてるんだ一体全体。ただこのパキワロとかいう最強モンスターのせいで相手は何も展開できないぞ。煉獄の召喚だろう。今日が一番してで、デッキから煉獄魔法トラップを手札に加えていく。煉獄さん、ちょっとわからないっす。とりあえずモンスター特殊召喚めっちゃしますもんね、墓地からインフェルノイドって。だからあれですよね、墓地からモンスター出てこなきゃ大体なんとなりますよね。いや、特殊召喚できないのきついと思うけどな。パキケファロビート始まったわ。結界像ビートとかいうなんかあのデッキ名、これ完全詐欺だなこれ詐欺まがいのデッキ名になってきつつある。ただの恐竜ビートでした。はい、これが最新鋭の恐竜デッキか。なるほどな。とりあえずこのなんかすげえ硬そうな頭で頭突きしていくスタイルね、これ。パキハラさんのすげえ硬そうな頭でなんか相手の顔面に頭突きしていくスタイル。デカトロンめっちゃ出てくるやん。デカトロンは効果あれっすもんね。なんかあの、え、これわかんねえけど、これそろそろ止める。これ次のターンぐらいででかいの取ったら4ちゃん勝てるよ。さあ、神数の効果によって相手を背負っていく。さあ、どっか行く。デカトロ死んだ。オーケー。さあ、そして誰もいなくなった。リンゴの魔法トラップでなんかやばいのあります？なんかわかんないですけど、なさそうですよね。使ってこれっていうことはゴミしか。月神来たけど、あんま意味ねえな。月神今は意味ねえ。バトルフェイズ。さあ、パーキーファロでぶん殴っていく。マジターン短い。現代、本当にこれ現代遊戯王かっていうぐらいターン短い。クソ短いターン。ビビるよね。これ、マジで俺のターン、マジで5秒ぐらいで終わってんじゃねこれ。なんか、ドロー、バトル、エンドみたいな、なんか流れで終わってくけど。世界一プレイングネーデッキだな、これ。神続きた。まだ倒せねえ。打点が低すぎてまだ倒せねえの草やばすぎ。神通セットエンド。あ、言うてちょっと天国のとか入れてもいい可能性は なきにしもあるんだけど、どっちにしてもパキオロいたら出せるんだよな。天国のってなんか属性なんだ、地か。てか天国自分で一応出せるから地のなんかあれだよな。なんだっけ、結界像ワンチャン強い。あれ地だっけ、あれ天国のって闇だっけ。
忘れたわ。セットセット、お前なんか今更セットショーのブラフだろそれ絶対。あ、やべえカード来たわ。やべえカード来たので装備します。最強最強パキオの爆弾、うおーバトルだ。はいはい、ぬるい遊戯王クソ簡単だわ。ああ、まあ、そもそもですね、マジで高校取った時点でプレミアなんですよね、このデッキ。高校からまくるカード入ってないんですよ。まあ、パキキファロに月神装備したらギリなんかなんとかなる可能性あるぐらいで、基本的にはですね、高校からのまくりを全く見てませんので、先行取られた瞬間におしまいみたいな話はあります。御用 D、やべえ。御用 D はやばい。御用 D、御用 D、御用 D が展開長そうですね、これもね。はい。さあ、3体のモンスターを使って、シンクロしていく。ルイキューピットとかもうなんか、世界をもう終わりだ。電脳解雇。シェンシェン来た。シェンシェン来た。ルイキューピットの効果でバーンダメージが与えられて、ユニオンキャリアで、開闢装備。なんか面白いムーブですね。開闢装備。あんま見ないけど。マジッククロニクル。何これ、あ、これあれじゃん。ウィッチクラフトで使われてたでしょ、これ。手札は全て墓所切って、デッキから魔法トラップカードを5枚除外する。これあれじゃん、マジでウィッチクラフトで使ってたカードじゃん、これ。みんなが。ああ。なんかわけわかんねえのめっちゃ除外されたぞ。なんだこれ。原初の種。カオスソルジャーか混沌がいる場合、ゲームから除外されている自分の魔法カードを2枚選択して手札に変える。へえ。何この謎コンボ。謎コンボ来た。え、手札抹殺。やばいやばい。やばいことしてる。え？え？これ、もしかして無限手札抹殺ムーブかこれ。やばい。おいやばいぞ。おいやばい。原初の種で原初の種回収してやがるこいつ。あ、なるほど。シェンシェンがいるからあれですか。あの、除外されるから、フィールドから墓地を加えるカードか。だから原初の種で原初の種を回収できるっていう、そういう算段ってこと。え、これもしかして僕、一生手札抹殺撃たれてこれデッキなくなるんですか。そんなことしてはいけない。うわーうわーやべえこのデッキ。ついに俺のデッキはゼロマンになってしまった。行きたくねえ。もう俺ドローいらない。うわーふざけんなマジで。